ラストマン第9話金プリ長瀬角の衝撃シーンが視聴者をイライラさせたわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。福山雅春が主演を務める日曜劇場ラストマン全盲の捜査官 TBSK 6月18日放送の第9話は世帯平均視聴率12.7%、ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録し、前回の12.6%から微増した。同ドラマは、同枠ヒットドラマ、マイファミリー、昨年4月期などで知られる黒岩弁士が脚本を手掛けるオリジナルストーリー。全盲の FBI 特別捜査官南博美、福山。 と、警察庁の刑事護道新太郎、大泉洋がバディを組み、何事件に挑む刑事者だ。米印以下、ラストマン、全盲の捜査官、第9話のネタバレを含みます。第9話では、 ところのジップ田ま氏、津田健次郎によって南の両親が殺害されたとされる41年前の強盗放火殺人事件について南とところが本格的な捜査を開始。二人に加え、ところの義おい合同戦、キング長瀬ドと技術支援捜査官東ずまゆ田美桜も捜査に介入。 ち上げ屋であった南の父誠、金目淳が、正解のドンキューチョウトシア、石橋レンジと共に暴力団を使ってち上げをしていたことや、蒲田街が営む食堂の物件を誠の会社が所有していたことが発覚する。ラストマン流瀬角の衝撃シーン、クロサギと共通点 そこで南と所天狼は、かつて誠と組んで、チ上げを行っていた元暴力団幹部池上隼と渡辺悟に接触。41年前の事件に触れると、血相を変えてその場を立ち去った池上だが、後に行く通人のため何者かによって殺されてしまう。 そんな池上を殺した犯人を探るため、防犯カメラ映像を集めていた泉は、ある映像データを受け取った直後、黒ずくめの男に腹部を刺され、心肺停止状態に、慌てて駆けつけた南が心臓マッサージを続ける中、所天狼が視察犯を追うと、黒ずくめの男は、所天狼の恩師である元警視庁捜査一課長三道検事、金田明夫、であった。 以前よりファンから泉きゅの愛称で親しまれている泉だが、ネット上では、黒詐欺の使用君を思い出した。という声が続出。というのも、昨年10月期のドラマ、黒詐欺、どうでは、当時金プリのメンバーだった平野紫耀演じる主人公が、政治家秘書の男に腹部を刺されるシーンがあった。 犯行が白昼堂々、人気のある路上で行われたことや、その場に仰向けで倒れる様子が今回のシーンと似ていたため、共通点に反応したファンが多かったのだ。長瀬角、じゃがりこ、の食べ方に、かっこいい、初めて見た。また、あずまが差し出したお菓子、じゃがりこ、を泉が一本もらうシーンがあったが、その特徴的な食べ方も話題に、 じゃがり、こといえば片手で持ちながら少しずつ口に含む食べ方が一般的だが泉はじゃがり、この端を唇で挟んだ。後手を使わず一本分を一瞬で口の中に入れる食べ方をした。ためこんなにかっこよくじゃがりこ食べてる。人初めて見た噛まずに口の中に一気に入れておえってならないのすごい。と驚く人がいついだ。 一方、泉が血を流して倒れるという衝撃シーンにも反響が、東がしばらくその場で、泉、泉、泉、と名前を連呼していた点について救急車を呼ばずずっと名前呼んでる同僚にイライラした救急車呼ぶのちすぎじゃないと疑問の声が上がっていた。人気キャラクターの心背底しという思わぬ展開が、視聴者を騒然とさせた第9話。 次回はついに最終回だが、泉は助かるのだろうか。